罹患率の減少、重症者死亡者の減少と評価する一方で「無効なるべし」「認むべき効なし」と見解は分かれたスペイン風邪で1919 19年から20年大正8年から9年に接種されたワクチンの効果の総括である内務省衛生局が後に刊行した報告書 流行性官房は当時の実情を記すインフルエンザのパンデミック世界的大流行に際し政府は国民に接種を奨励する希望者は激増しワクチンは不足したが全国で464万人うち県内では27万5,000人が予防接種を受けた。 新型コロナのワクチン接種に備えて県は総合本部を設置した実施主体の市町村医師会医療機関などと連携し体制整備を急ぐ3月上旬には医療従事者同下旬には65歳以上の高齢者と接種の対象を順次広げる政府は一般の人の接種開始を 5月頃と想定する。大正9年2月5日付本紙は山形市の駐車場施設が日々1,000名を下らざる盛況で市民が黒山のごとくを仕掛けたと報じる当時のワクチンの効能には疑問符がついたが疫病の猛威を前にして予防接種に寄せられる期待は 百年の時を経ても不変のようだ。